b a テ t フライヤーは、ブリティッシュエアウェイズ参加の地方航空会社。エディンバラを本拠としているが、ロンドンシティ空港をハブ空港とする。1991年3月に、エアーヨーロッパエクスプレスが、親会社のエレグの方針により解散させられた際、エアーヨーロッパエクスプレスの経営陣が、同年5月から、同社の機材ショート360と乗組員によって、運航を再開させた。 ユーロワールドエアウェイズが BA シティフライヤーの母体である。当初からブリティッシュエアウェイズとのコードシェア運行を行い、1992年には社名をシティフライヤーエクスプレスと変更する。1993年にはブリティッシュエアウェイズのフランチャイズを受けて、当時の ATR42 型機などがすべてブリティッシュエアウェイズの塗装となり、1997年には BAE146 型機を導入して Z 機の運行を開始、ロンドンガドウィック空港をハブ空港とするブリティッシュエアウェイズの地方路線運行会社であった。2006年2月1日、BA コネクトに吸収合併されるが、2007年3月、ブリティッシュエアウェイズが BA コネクトの路線の大部分をフライビー2乗とした際、ロンドンシティ空港発着路線は、 フライビー2乗とせず、この路線を運行する路線として、現在の BA シティフライヤーという名称で復活した。国内戦国再生エンブライル170現在2018年現在。 体育済みハット https コロンスラッシュスラッシュ www.britishairways.com スラッシュ ja-jp スラッシュインフォメーションスラッシュ about-ba スラッシュ flect-facts ありがとうございます。